はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんばんは、宮口です。今回ですね、前回の引き続きになります。絶体絶命都市の4プラスのですね、続きになるんですけども、前回はですね、とんでもない、偽店員の熊沢からですね、10万円でトイレの鍵を購入しまして、なんとかですね、新しい道が開けた形になるんですけども、まあその前にですね、30万円をもらってなければなんかこういうことにはなってなかったという、まあちょっとね、心が痛むんですが、まあ先にですね、進めていければなというふうに思っております。ではですね、やっていきましょう。こっちはさっきの方でしょ。さっき人いたよね。あ、いた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 。手数料として30万円もらったとしましょうか。ね、これ、行きますか。そしたら、こっちかな。でもなんかさ、ここ橋渡り切ったらさ、橋が落っこちそうな気がするんだけど、気のせいかな。大丈夫かな。そんな予感がするんですけど、今までのこのなんかこう経験上。ね、なんかね、そんな気がするんですけど、まあ、行きますか、じゃあ。とりあえず通れるのか通れないのか。で、先進みますかってなってるもんね。進まれて一緒に浜湯フェリーふ頭へ行くのにした大きな橋を渡って道を下っていくと、目の前にフェリーライバーが迫ってきた。で、進む。ごめんなさい、私先に行くね。液状化してるけど大丈夫か。とりあえず一旦セーブします。ドアを閉めてる職員。職員室方の方を通ってください。左側の職員、あっちか。これを通れとか。恐れがありますので十分注意してください。ライフライ現在川崎。ダメです、橋は落ちています。そうか、船でないと出られなくなったわけだ。フェリーの船長は何と言っている？もう定員いっぱいでこれ以上は無理だと言っています。ライフボードは全部出しておくからそれを使ってくれとのことです。ここにはあと何人残っている？乗客が20名、私たちを入れたら24名です。分かった、ライフボートを使わせてもらおう。所長、フェリーの船長が
波が荒いので船を港から離したいそうです。出航するそうです。仕方あるまい。すぐにライフボートを確保してくれ。はい。フェリーに乗れなかった乗客に丁寧に説明してくれ。みんなが混乱しなければ脱出できる。わかりました。あなたは？展開はと、展開の綾でここにやってきました。展開の綾？今のところ津波の心配はないと聞いていますが、自然災害のことだから何があるか分かりません。大きな橋が落ちたということだから、ここもあそこにライフボートが出ているはずです。早く。岩手県の浜遊ふ頭フェリーターミナルでは、町の外への避難を希望する方の移送をしています。浜遊ふ頭までの道が破損している恐れがありますので十分注意してください。ライフラインの状況です。現在川瀬県で停電が発生しています。川瀬電力では現在も被害状況を確認している状態で復旧。ごめんなさい、急に走り出して。ここで彼と待ち合わせをしていたんだけど。雨が降ってきた。雨だ。結婚しようって言ってくれて、まずは新婚旅行だって。このフェリー乗り場で待ち合わせして、ここから大きな港に行き、そこから海外へ行くことになってたんだ。約束の時間を過ぎてもここに来れていないということは、友也の身に。あくまでも慰める意味合いで黙って抱きしめる。本当ならこれをしたいからこれにしよう。まさかこれでおしまいってことはないよね。や、選んじゃいけない選択肢だったかな。
早く行け。おじちゃん、まさか俺らがおじちゃんを殺しちゃった。あー、おじちゃん。マジで何今の。ってことはもう戻んなきゃいけないのかな。の状況です。現在川瀬県で停電が発生しています。川瀬電力では現在も被害状況を一旦セーブしよう。状況からすると社長などの人物が現れ、社長が家族に宛てた手紙と現金30万円を持ち逃げしました。幸い手紙の方は持ち逃げしました。持ち逃げしたの俺やん。これ先進めないやんね。ボートあんのか。復旧の見通しが立っていないとのことです。今晩は電気の復旧が見込めません。被災地域の方は、いやでもボート落っこちちゃってないでしょ。もうあるボート。あれ、こっち側からじゃなかった。上から行くの。降りればいいか。セーブポイントもあるし。
よし、時間的にどうだろうな。一回セーブして、次のとこまで進めるかな。ボートがある。僕はそんな彼女の様子を見て、これから時期僕の話でしょ、その奇跡なことを目論む。こんな時に合う歌でも流してあげてよとスタッフに注文する。これだな。彼氏はきっとどこかで生きているはずだ。てかこのまま大海原しな出てもな。セーブして、まあいいか、次進む。いえ、次進む。多分先にあるでしょう。なんか何気に30分のドラマを見てるような感じだよね。コンスタントに行けば。ここどこだろう。あそこ。団地マンション。とにかく岸に着けましょうよ。ボートの何に寿命があるの。一旦切りますか。これ26分ぐらいだもんね。はい、ではですね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターですね、コメント評価いただければ、あ、ツイッターの登録と、コメント評価といただければと思います。またですね、次回以降こちらの続きをですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。それではさようなら。